本岬がもうちょっとしたら先っちょになるんやけど、ここ守る岬やな。今おるんがこのクジラ館から過ぎたここら辺、現在地。ここは何があるかって言うたら、あの岩の川と岩とかが見える遊歩道があって、ちょっと海の方に行けるけ行ってみましょう。志村遊歩道って言って、この遊歩道歩いて行ったらこれ砂岩岳脈、なんて書いてある、砂岩岩脈成根化石とかいろいろあるみたい。不動岩とかあるけん行ってみよう。もっとあの岩の隅横通るんかと思ったけど、ある意味トンネルで、雲おらんよね。トンネル、トンネル、トンネル。ジブリパー。なんとなく今の瞬間なんか分からんけど、あ、出た出た出た。あれ、なんかあるよ。あ、けどこっから見ても分かるな、地層というか今の模様がな。こんなしましまの地層は地震などで海底が揺れたら砂や泥が混ざって海底の坂を流れ下り、より深い海底運ばれるたびにこんなになるんやって。ちょっと省略したけど、この流れる時に重い長崎に積もって軽い泥が後に積もって、これをずっと繰り返したらしましまの地層ができたよね。広がる地層ごっついんやけど、約2800から3800万年前に深海でできたんやって。で、深海にあったものが陸上で見られるのは室戸半島が盛り上がり続けたくなって。お不動さん、お寺に行くの？あ、道がある。こっちが空海修行の地。新鮮な場、俺とこっていう2回ぐらいして、そんな光の道を取ってみましょう。おわ、眩しい。なんか動物みたいなのが行ってみましょう。あ、足元気をつけた。あ、あるある、危ないよこれ、揺れるけんな、この石。安全な旅ができますよ。なんか岩が白いんだな。どうなの？一周回った感じになったな。不動堂。これぞマスコト空海。1200年前の空海になってみませんか。無理です。空
界の足跡って書いてある。あ、これ